ウィリアム・ネルソン・ジョイ、通称ビル・ジョイは、アメリカ合衆国のコンピュータ科学者であり、コンピュータ技術者、KPCB パートナー、元産マイクロシステムズチーフ・サイエンティスト、BSD 開発の初期にまとめ役として働き、シックステキストエディタを開発したことで知られている。漢字を勉強したことがあり、来日した際のサインなどで、名前をビル・ジョイと書いている。 ミシガン州デトロイトに生まれる。両親は学校教師。1971年にミシガン大学に入学。1975年に電気工学の理学志望を取得した。卒業後はカリフォルニア大学バークレー校に入学。1979年に電気工学と計算機科学の修士課程を修了している。バークレーでの指導教授はボブ・ファブリー。 同校は1974年に AT&T からライセンスを取得しユニックスの導入を始めており、折よく入学してきたジョイは早速ユニックスの改良に取り掛かった。ファブリーのコンピューターシステムズリサーチグループでジョイはバークリーソフトウェアディストリビューション開発のまとめ役として働いた。BSD ユニックスからはフリーブズド、ネットブズド、トゥルー64、オープンブズド、 サノス、ソラリスなどが生まれている。アップルの MacOS も BSD をベースとしている。ジョイの最大の貢献としては、シックスエディタとシーシェルの開発がある。ジョイのプログラマとしての才能は伝説的であり、シックスをある週末だけで書き上げたと言われている。ジョイ自身はこれを否定している。他にも誇張された逸話がある。ノベルの CEO だったエリック・シュミットは、 TBS のドキュメンタリーナーズ2.01でのインタビューで、ジョイが BSD カーネルを週末に一人だけで書き直したと述べたことがある。サロンの記事によれば、1980年代初め頃、ダーパは、ボルト、ベレネックニューマンが BSD に TCP、IP 機能を追加する契約を結んだ。ジョイは、 BBN の開発したプロトコルスタックを BSD カーネルに組み込む作業を指揮するよう命令されたが、彼は BBN の TCPIP 実装を全く評価していなかったためそれを拒んだ。そこでジョイは独自の高性能 TCPIP スタックを書き上げた。ジョン・ゲージは次のように述べている。BBN は TCPIP 実装という大きな仕事を受け負っていたが、 BBN の実装はうまく動作せず、ジョイのものは動作した。そこで大きな会議が開かれ、T シャツ姿の大学院生であるジョイがそこに出席し、BBN 側が、君はこれをどうやって成し遂げたんだと尋ねた。ジョイは、簡単さ。プロトコルを読んで、コードを書いただけさと答えた。ただし、当時、BBN で働いていたロブ・ガーウィッツはこの話を否定している。 博士家庭在学中の1982年に、スコット・マクネリ、ビノット・コースラ、アンディ・ベクトル・シャイムラの創業した、サンマイクロシステムズに参画する。16番目の社員であったが、待遇は創業者と同じものであった。散在籍中、彼は、社内では、特別と言っていい扱いにあった。1988年の社内法的なビデオの中で、 会長のスコット・マクネリが描いた同社の組織図において、ビル・ジョイは誰よりも上に位置し、ジョイの上司を示す矢印は上方向を指しているのみ、というものだったという。1986年、バークレイにおけるユニックス開発での貢献に対して、アクメ・グレース、ホッパー賞を受賞。サンマイクロシステムズでは、NFS、スパルク・プロセッサ、Java、ジニ、ヤクストの開発などで、 大きな役割を果たし、1997年には、当時のアメリカ合衆国大統領である、ビル・クリントンにより大統領直属情報技術、諮問委員会の共同委員長に任命され、情報技術開発の国家指針策定にも参加した。2003年9月9日、3は彼の退職を発表し、彼は今後どうするか考えているところで、今のところ何の計画もないとした。 三退職前の1999年、ジョイワーさんの同僚アンディベクトルシャイムラと共に、ベンチャーキャピタルハイバーベンチャーズを創業している。2005年1月、クライナー・パーキンス・コーフィールド・アンド・バイヤーズのパートナーに就任。主に再生可能エネルギー関連の新技術や、起業家の発掘、支援に携わる。彼は、私の方法は、良いアイデアと思われるものを見て、 それが本当だと仮定することだと述べたことがある。2011年、コンピュータ歴史博物館のフェローに選ばれた。2000年には、ワイヤード誌の4月号にホワイザ・フューチャー・ダズント・ニード・アスト・ユーエッセイを発表し、ロボット工学や遺伝子工学、ナノテクノロジーといった21世紀の強力なテクノロジーが人類の存在を脅かすという警鐘を鳴らした。彼は近い将来、知的ロボットが 人類にとって変わるだろうと主張。GNR テクノロジーについて、GNR を悪用しようとする側とそれを防ごうとする側で、軍備拡張競争のような状態になるよりも、GNR テクノロジーそのものを放棄すべきだと主張している。ジョイの主張の多くについて、レイカーツワイルや他の者が反論している。技術的得意点の提唱者であるレイカーツワイルとのテクノロジーについての議論で、 ジョイの考え方が形成されていった。彼はエッセイの中でその会話中真面目な科学者らがそのような事態が起こりうると考えていることに驚き、さらに不測の事態への備えがほとんど考慮されていないことに驚いたと記している。この話を何人かの知人にしたところ多くの人がそのような未来がありうると考えたもののジョイが感じているような重大な懸念に誰も 共感しなかったことでさらに驚かされたという。その懸念から彼はこの問題を深く考察し、科学界における考え方を調査し、現在の活動を始めるに至った。それでも彼は、ベンチャー投資家であり、GNR テクノロジーへの投資も検討しないわけには、いかない。また、H5N1 超インフルエンザや生物兵器などによる、パンデミックの危険性に対処する、ベンチャー基金を立ち上げている。 ありがとうございます。